11月21日、国家の内外にわたる重要政策を統括し、中長期的な国家ビジョンの構想を行う国家戦略会議の2回目の会合が開かれました。前回は初回会合ということでございましたので、総論的にご意見をいただきましたが、本日は日本再生の基本戦略の基本的な考え方についてご議論いただきたいと思います。 検討にあたっての留意すべき課題として挙げられたのは、ヨーロッパの財政危機問題。どういう形で電波するか分かりませんので、とすると、われわれの備えとしては、やっぱり成長を図ると同時に、財政再建も両立をさせるんだということの取り組みをしっかりやっていくということが、私は大事だと思います。日本再生に向けた5本柱はご覧のとおり。 総理の言う成長と財政再建の両立には今後2年間が鍵となります復興特需の増加が見込める大きなチャンスと位置づけ円高対応とデフレ脱却に取り組み復興特需から民主へのバトンタッチを目指します新しい産業の創出や経済を支える人材の育成など新たな可能性の開拓を総理はこんな言葉で表現しました あえてフロンティアという言葉を出わせていただきましたけどフロンティアの開発をどうやってやっていくか進めていきたいと思いますそして国内の再生と密接に関連する国際貿易の在り方ここでもヨーロッパの財政危機の影響を視野に入れた検討を総理は呼びかけました貿易に影響するということはどういうことかというとあの残念なことでありますが保護主義の台頭ということです。 自由貿易を我々は推進をしていくんだという決意の下で戦略を作っていかなければいけないというふうに思うんです国家戦略会議は今後12月中に基本戦略を策定し来年の半ばまでに具体策も盛り込んだ日本再生戦略の取りまとめを目指していきます